今週はですね、12月3日号の新聞博多日曜版でございます。一面の方はですね、この間、さまざまな、メディアで取り上げられておりますけれども、自民党のパーケン不正の問題について一面で取り上げております。まあ、それについてさらに深く突っ込んでおりますのが新聞赤旗でございまして、まあ、この間、岸田首相がね、言っておりました、まあ、言い訳の嘘をこう一つずつ、突きつけて、インタビュー、記事なんかも含めて、やっているというようなところでございます。まあ、本当にね、このパーティー券とかね、企業団体返金っていうのは、もう本当にね、政治の不信、これにつながっているというところでございますので、まあ、やはりね、禁止するための法案というのを日本共産党としては出しているというようなところでございます。これ、6、7面にですね、詳しく、この記事が載っております。まあ、でね、6面の方にちょっと、TBS の昼帯でね、紹介されました大谷さんの、インタビューというか、コメントがね、載っておりまして、この中でね、まあ、政党助成金もらってない、日本共産党の機関紙の赤旗だからこそここまで追及ができたみたいなね、紹介の記事が載ってたりというようなことでございます。こちらもぜひお読みください。そして2面の方はですね、まあ、この間、ガザの問題ですね、こちらの方で国境なき医師団の、金杉さんからの、レポート記事が載っております。まあ、現地スタッフが避難のため病院の外に出たら撃たれたなんていうね、本当に、もう生々しい、本当にお話が聞かれております。まあ、この間ね、戦闘中断というものね、本当にありましたけれども、まあ、日本共産党としましては、もう一貫して即時停戦、これの交渉というようなことを、これまでもずっと言っております。はい、こちらの方も引き続き読んでみてください。で、まあ、それに関連しまして、今ね、本当に若者たちがね、このイスラエル問題について本当に動いているというようなことが3面に載っております。イスラエル大使館に平和ゼミが抗議文ということでね、これを声を上げている、青年たちの声が、載っております。月々930円でご自宅にお届けできます。